まあ籠城戦の基本としたらね、相手に同じ戦術を何回も打たせることやね。で、成功体験を与える。全然効果のない方法にある程度効果が出たような演技をしたら、その戦術に、その戦法にこだわるやろ、相手は。向こうは工場軍、こっちは籠城側。じゃあ本当に分からへんわけ。じゃあ効果上がってるように見せかけたら、その見かけの効果にこだわるわけ、工場軍側は。それはまた攻略というふうに宣伝する外交政治などの、あるいは営業効果が、あるいはマーケティング効果が上がればいいだけの話やから。たとえそれが後に嘘やったって分かっても、勝てば嘘って書かれなくて済むとかいう思考から、ぜひ対に当たるから、相手方がおっても勝ったらなしつけられる、のしつけられるっていうような思考からで、絶対古今東西働くわけで、歴史を知れば最初にそういう解釈をしてしまうわけで、相手方を生き残らさなければ何の利益も上がらない場合に皆殺しにしたっていうふうに脳内で麻薬が出ればよね、あんたら。そういう効果を醸し出せる程度のことを完全にパーフェクトに勝ったと言えれば、あなた方の快楽ホルモンは出るから、女相手の方法を得てしてあんたらその鉄を踏む、ね、結局あんたらが欲しいのは成功体験に過ぎないから、だから成功体験っぽいものを与え続けるっていうのが六条側の鉄則。わかるかな。あなた方は指摘されたら困るだけ。なぜならそれが評価だから、あなた方にとって指摘が評価そのものに化してしまう。なぜだ、なぜか、なぜなんだろう。そこはあなた方は考える。そのようなものが攻略軍にいる本質そのもの、そいつらばっかり。そういったものが攻略している相手は、そういったものが攻略したがる相手に違いないっていうような蓋然性におけるかなりの それが蓋然性ではなく必然なのではないかと相当するに至る可能性が極めて高い。その狭き門はあなた方は押し潰そうとするしかなくなるし、心の中で、そして心の中で押し潰せたと思えさえする、そのような効果をあなた方に醸し出し続けたものを、あなた方はあなた方の経験に基づき演出するしか、あなた方のプライドを保つものはだんだんとなくなっていくので、やはりその戦術にこだわり始める。あなた方はもう心が救われればいいというふうに考え、それが自らの心のちっぽけなプライドであっても心が救われればいいというタームを思い出した、思いついた、そこその表現に至るに至った時点で、その表現は至るところに使える、至れる尽くせりの表現史上の歴史を誇るタームでは、あなた方はその言葉が万能薬であるというふうに文学的に思う。それも走る今日であろうな。そのようにあなたたち自らの人生をその作戦に投入し始める。
それがあなた方の精神の安定をもたらす唯一のリアルと化してゆくが、現実ではそんなものは何もリアルではない。ただ相手方が、牢上側が、それがリアルであるかのようにコンピューターを用いて予想い続けた演出であるにもかかわらず、あなた方はコンピューターを支配していると錯覚している利用者に過ぎず、実際は機械のこともプログラムのことも分かっていない、あなた方がちょっとかじった業務の性質に対する初級従業者の、あるいはその就職活動者の膨らんだ妄想に近い肥大自我が、あなた方の偽の自信を構成し始める。あなた方は無敵の人となる。なぜなら相手が抵抗しないから。あなた方は毎日が勝利者と言い始め、傍から見ればそのくだらない気持ち悪い戦術はあなた方を陶酔させ始める。このようにしてあなた方はそんな年齢になってしまった。そして今日を迎えたわけだ。